回の動画は江ノ島。江ノ島には美味しいグルメがたくさん。最後までご覧ください。最初のお店は江ノ島駅から歩いて10分ほどの弁財天仲見世通りにある湘南デニムストリートというお店です。次のお店は江ノ島駅徒歩1分の場所にあるアイモアという美しすぎるスムージーのお店です。次は100年以上にわたりハトムギなどの穀物を取り扱っている日本製箔が手掛けるハトムギを使った和スイーツの専門店、江ノ島団子プラス麦というお店にやってきました。続いて訪れたのはハワイアンカフェモケスハワイというお店です。
ではイタリアンのシェフがプロデュースした生地にこだわりのあるクレープ屋さん、クレープスタンドカネリというお店です。次はカリフォルニア州のポップコーン専門店コーノロジーというお店です。最後のお店は取れたての海産物をその場で焼いてくれる食べ歩きにぴったりなお店、海作というお店です。以上、江ノ島のおすすめグルメでした。次回の動画は茨城県の一度は訪れてほしい食べ放題やユニークでおしゃれなカフェを紹介します。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、コメント、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。